王朝の頃、伊勢の国よりという作品をね、やっていきたいと思います。この作品は、つれづれ草に書かれているものです。で、作者は兼好法師ということで、文学史的なね、出題がされる場合もありますので、ここも覚えておきましょう。で、この動画はですね、まず最初に内容の確認をして、その後文法の確認をしていきます。でこれ全部で第3段落までありますので、1、2、3はそのような流れでやって、で、この動画の最後には確認問題みたいなのをやって、ね、王朝の頃、伊勢の国よりというのが何を書きたかったのかということをね、最後まとめて終わりにしたいというふうに思います。それではね、第1段落の内容いきたいと思います。まず、冒頭はね、王朝の頃、伊勢の国より、女の鬼になりたるを、いて、登りたりと言うことありてっていうふうに始まります。で、ここ、王朝の頃っていうんですけども、これ、時代を指していますが、何時代かすらこれ、鎌倉時代の話になります。で、伊勢の国にてということなんで、場面としては、三重県っていう感じですかね。はい、そんなところで、まあ、特にね、ここは、出題されるかどうかわからないですけども、まあ、そんな感じで時代背景はそんなとこだったということです。まず、ね、女が鬼に変身したという噂があって、それをね、誰かが都に連れてきたんだっていうね、そういう話です。はい、そしたらですね、こういう噂が広まったら、明日は西園寺に行きますよとかね、次は上皇御所へ行くんですよ、みたいな形で、ね、20日間ぐらいですね、ずっとずっとみんなが噂をしているということになっています。で、まあその噂はね、全然止まずに、一般市民だけではなくて、上下と出てきますが、身分のね、まあ関係なくですね、鬼の噂で持ち切りになったということです。で、ね、なんでこんなに続いたかっていうと、嘘っていう証拠もないし、ね、まあ、なんていうかな、本当っていう証拠もないっていう、そういうね、微妙な、いいバランスがあったから、まあこれぐらいですね、長い時間、噂が続いたんじゃないかなっていうところで、まあ一応内容はそんなところです。それでは第一段落の文法事項についてやっていきたいと思います。先ほども言った通り、時代と国名があって、どんな内容かというと、女の鬼になりたるをっていうことですね。ここの文法事項をやっていきます。ここでね、重要なところとすれば、女のとあるんですけども、これは女がと訳す場合と、女でと訳す場合があります。ね、がであれば、視覚的用法になりますけれども、これなんかね、文章がちょっとややこしくてですね、両方を取ることができます。だから、これ、教科担当の先生の指示に従って、まあ、どちらかね、まあ、内容としてはそんなに、変わりはしないので、まあ、その作った人もね、どちらが主格で、同格でっていう風に作ってるわけじゃないので、まあ、後々のね、人がこうやって品詞分解してこうなってますので、まあ、一応、教科担当の指示に従ってみてください。ね、女が、とかね、女で、鬼になった女が、みたいな感じの文章っていうことですね。はい、続いて、鬼になりたるをということで、このなり出てきましたが、上、なりの識別ですね。はい、上に2があります。2があった時には、はい、図と肉。上にね、図と肉があるので、ラ行を余談の連用形ということになります。で続いて、たる。ね、まあ、たるも識別しなきゃいけないですけども、連用形接続のたるは、完了か、存続かになります。で、これどちらかって言われると、もうすでに完全に鬼になっていれば完了でいいと思います。で、一部まだね、まあ、人間の心が残ってたりとか、まあ、足のパーツがまだ鬼じゃないとかっていうんだったら存続になるんですけども、これもちょっとね、そこまで意識して作ったわけじゃないので、ここもね、また教科担当の先生の指示に従ってもらえればなというふうに思います。これは連体形ということですね。はい、続いてそれをいて。和行を上一段ということになりますので、これ入試にも出てくるぐらい、読み方だったりとか、ね、活用の種類、ね、ここ覚えておきましょう。下に手があるので、例によけという感じです。はい、登りたり、ね、登った。これ完了でいいかなと。で、とがありますので、ここで文一回切れてます。終止形かな、という感じですかね。はい。で、続いて、ありが出てきますね。ありも覚えとかなきゃいけないですね。らへんの手がありますので、連用形です。はい。で、まあ、誰かが連れてきたということがあって、20日間、ね、日ごとに、京都、当時は京都がね、首都になります。京都、白川の人、鬼見にとて、いでまどうということで、鬼見物にと、まあ、出歩いて、うろつき歩いたっていう、そんなような感じになっています。はい、続いて、ね、昨日は西園寺に参りたりし、今日は院へ参るべし。ただ、今はそこそこに。など、言い合えりってことですね。先にここを見ていきます。言い合っているっていうね、文章になっているので、ここはね、だから会話ではないんですよね。会話ではない。
キャッチボールしてないですよね。そうすると何を言ってんのかなっていうと、これ全部噂話をしていると。だからこれ誰が特定の人ではなくて、街の人たちとかが、まあここに行くんじゃないの、あそこに行ったんじゃないの、なんて噂話になってますので、ね、ここをまず確認していきたいんですが、昨日は西園寺に参りたりしです。敬語が出てきました。参りですけれども、ここはね、まあ、敬意の方向が出てきますけれども、当然これマイルは謙譲語になります。参上するですね。で、敬意の方向になっていくんですが、まずね、これ誰が喋ってるのって言ったら噂をしている人々ですから、ね、ここも全部そうです。人々が喋っている。噂をしてるんですよね。だから人々から誰に対する敬意なんですかというと、西園寺ってのはお寺さんですから、まあ、場所に対しての神様がいる、仏様か、がいる場所ですので、西園寺とやるところもあるし、まあ、もしくはね、仏様っていう可能性もあるので、ここもね、教科担当の先生の指示に従ってくれればいいかなと思います。まあ、記号とかでね、出てくる場合には、まあ、選べばいいだけなので、まあ、そのように対応してほしいなというふうに思います。はい。で、たりしということで、まいった、ね、ここのし、聖丸、きいししかまるの過去ですね、すでに終わっている、過去連帯形。終止形じゃないですよ。会話文中のね、最後は連帯形で終わったりもしますので、これは違和感なく使えるやつです。で、動作がね、ここからも完了しているというのがわかりますので、まいったですかね。で、接続から見て連用形。ちょっと狭くて申し訳ない。見づらいですね。で、続いてです。これも同じくです。あ、院へ参るべしということで、ね、これも参る、謙譲語になりますが、敬意の方向ですが、人々が喋ってますので、人々から、で、受け手は誰ですかって言ったら、これは、まあ、院ですよね。で、上皇とやってもいいと思いますが、そこの場所にいる人ですからね。はい、参られる人ということで、上皇でもいいかと思います。で、べしですね。ここは、助動詞になりますけれども、噂話ですからね。そう考えると、水量が一番ぴったり来るんじゃないかな、ということですね。で、終止形と。で、もっと、なんていうのか、今の説明じゃちょっと薄いなと思った人はですね、今日は、鬼が、っていうね、いう感じになると思いますので、まあ、主語がね、三人称になりますので、ここからも水量だっていうふうにね、言えるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そんな感じで水量だということです。で、今はそこそこにということで、まあ、噂がこうやって、ね、ここの部分ですね、全部噂になってますので、まあ、その様子が書かれてると。ね、まさしく見たり、ね、見たですね、という人もなく、ここはいいですね、文法。簡単です。はい。ここですよね。ポイントが出てきました。はい。後でやろうと思いますが、空ごと。ね、という人もいない。これは簡単に言うと嘘ですよね、嘘。うん。で、上下、ただ、鬼のこと、のみ、言い山津ということで、上下、これもポイントです。身分の高い。低い。そういうことを表しています。鬼のことのみですね。はい。限定しています。言い止まず、言い止まないですよね。はい。打ち消し。やむことがないというふうに言っているので、ずっと噂をしているという感じになっていますね。そう、ここだけだよってことを強調してるんですね。ここね、のみでね、強調しています。うん。はい。まあ、そんなような感じになります。第一段落の文法事項はこんなところです。続いて、第二段落の内容に移りたいと思います。第二段落は、噂による騒ぎと真偽の確認という感じになっています。で、ここはですね、筆者である健康保守が、まあ、京都の東山からですね、阿久井という場所に移動したときに、見た話ということになっています。まあ、このね、街の中の人を見てたところから、逆にこう、逆にっていうか、視点が変わっているところになりますので、まあ、注意すると分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、どんなことが起きたかっていうとですね、まあ、そこに現れたんですよね。とりあえず、まあ、用事があったんだかなんだか行ったところですね。とにかく人々がね、こういうふうに、あっちやこっちやというふうに言って、一条室町に鬼がいるということで、また鬼の話でね、大声で盛り上がっているということですね。そしたらですね、まあ、みんなが、北の方を目指して、ね、走っていくということで、まあ、見ていたところ、まあ、たくさんの人がいたと。ね、上皇御所ですかね、一条室町の、ところですね、院の、三匙記っていう言葉がありますけれども、
まあそういったところからはですね、人がたくさんいて、まあ通るぐらいのね、スペースもないぐらいだったということになっています。はい。で、まあやっぱり話す内容とすれば、やはり鬼がね、いるんじゃないかということで、まあそんな感じになっています。で、まあここはね、第一段落とそんな変わらないんですけども、ね、いよいよですね、こういうふうに、喧嘩が始まったりとかですね、まあ鬼はいるんだ、いないんだ、みたいな感じですかね。そういうふうに喧嘩をしてたりっていうのがね、内容として起こっていて、まあ非常にね、呆れるほどひどい様子だったというふうに書かれていますので、まあこの鬼の騒ぎっていうのが非常にね、大きなものだったというのがね、この第2段落の内容になっています。で続いてはですね、第2段落の文法事項になりますので、そっち行きたいと思います。はい、じゃあ第2段落の文法事項です。その頃、東山よりですけども、よりはこれカラーと訳しますね。はい、アグイの辺へまかりはべりしにということですが、ここでのポイントは、敬語、まかりと出てきますね。これ、謙譲語です。いつもなら退出するという意味なんですけれども、今回はマイルに近い意味で使われてますので、注意してください。でここは、誰から誰への敬意かというと、まかりですけども、ここはね、筆者である健康法師が、アグイに行ったということですから、健康からアグイに対する敬意と。という感じになっていきます。そして、ハベリ氏ですが、このハベリですけれども、ね、謙譲か丁寧の意味がありますけれども、謙譲謙譲で並ぶことはありませんので、そうなると、ここは丁寧語だってのがわかります。で丁寧語の場合には、敬意の方向は話してから聞き手、もしくは、作者から読者に対しての敬意なので、ここは、ね、作者から読者に対しての敬意になります。健康法師から、我々読者に対しての丁寧な言い回しということで、こういう経緯の方向になります。はい。で、ここはですね、ありよりはべり、らへんですけども、ね、ラリリルレレと活用していきますが、この死の活用を考えていくと、ここはね、上に連用形のはべりがありますので、過去の連体形ですね、せいまる、きいし、しかまるですから、こんな感じです。で、ここですね、四条王子よりも上の方向にいる人たちがみんな、北を指して走るってことなんですが、この指すが目指すという感じですね。はい。で、なんで走ってたかっていうのはここに書いてあります。一条室町に鬼がいるんだよというね、ことが分かって、罵り合っている、騒ぎ合っているという、そんな感じになっています。あとは、この理ですかね、罵り合いの理です。リカちゃん寂しいで覚えてもらえてると思うんですけども、このリは、罵り合っている、まだ動作続いてますので、存続ですかね。はい、存続の終止形になります。はい、で、続いて、今出川の辺より見あればということで、ね、見たところですね。はい、見あれば、順接の確定条件。院の三十路あたり、ここはいいですかね。さらに、通り、右病もあらずということですけども、ここ、ね、ううる、うれ、えよですね。で、これも、唯一のあ行、下二段。覚えちゃうといいと思いますよ。覚える。唯一のあ行、下二段です。で、入試にも結構ね、出たりしますね。で、間違いやすいのが、これ何形ですかって言ったら、これ終止形なんですよ。なんで文の中に終止形があるのってことなんですが、これ、べうは、べしが、べくになって、べう。ということで、うおんびんかというね、形になってっています。で、まあ、こういう形でね、形が変わってって言いますので、もともとはべしなんですよね。べしの接続は終止形接続になりますので、上のね、このあ行、下二段に関しては、これは、だから終止形にならないとおかしいということになります。で、このべしの意味もたくさんありますけれども、下にあらずっていう、これが出てきます。あらず。まあ、らへんのありに図がついて、打ち消し語、結局はないという意味になりますよね。うん。で、こういうふうに、ないのような形で、下に打ち消し語を伴った時のべしっていうのは、これ、可能の意味になりますので、で、べくですね。うん。連用形という感じに
なっていきます。はい。で、続いてですね、立ち込みたりということで、ここのたりに関しても、まあ、まだね、混んでいるので存続と。終止形です。はい。で、後なきことには、あと、これよく出てきますけども、根拠。ね、注意ですね。なきことには、あらざめり。ここもですね、ざるめり、ざんめりで、発音敏化ですね。ざめりになってます。このんが省略された形ですよね。発音敏と言います。注意しましょうね。で、メリが出てきました。で、あ、こう、その前ですね。このざるは何かって言ったら、ずーざらずーざりのね、図の左側のパターンのやつですね。打ち消しの助動詞になります。はい。で、ざるですから、これ連体形という感じになっていて、メリですね。これ目で見た推定の文章になりますので、ここは、ね、推定と。間違えた。推定の文章になります。はい。で、下にとがありますので、終止形という感じですね。はい。まあ、ね、証拠がないから、嘘ではないと、ね、嘘であるっていうことも言い切れないっていう、そんなような文章になります。はい。だからここでですね、健康方針考えたわけですね。人をやりて、ミスるにということで、まあ、とにかく、ね、本当に噂が本当なのかということを、人をやりて、使ってですね、見させたということになっています。でも、大方ですね、大体、まあ、ね、ここですね。あったものがいないということで、大方なし。これね、この、大方何々ないとかね、打ち消しが来た時には全く何々ないという訳になりますので、ここは非常に注意がね、必要なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、くるるまで書く立ち騒ぎてとありますが、このるるですけども、くれーずですからね、ここが一語になってますね。下二段の連体形という感じですかね。うん、で、このように立ち騒ぎて、まあ、騒いでいたと。果ては、喧嘩が起こって、ね、浅ましきこと。これ、重要な語句ですね。ひどいってことなんですけども、何がひどいのってことですね。うん。まあ、おそらくこれ噂によって、まあ、喧嘩が起きて、まあ、大怪我したりとか、死者まではいかないでしょうけれども、そんなことがあったってことが、これが呆れるというね、内容になってるのかなということですね。で、ありけりということになってますので、で、このけりに注目なんですけれども、ありけりですよね。ありきじゃないんですよ。で、きだと、直接過去ですよね。で、ここはけりがありますので、やはりさっきも人をやりてっていうのが、ね、文章としてありましたので、人から聞いた話、ね、間接的な過去になっていますので、まあ、話を聞くと、喧嘩が起こっている。これは非常に浅ましいことだな、ということを言ったという感じになっています。ね。まあ、過去の助動詞ですけども、そういう意味もあるという感じになっています。ね、ここ注意しましょうね。はい。で、重要単語があります。ののしるは大声で騒ぐと。早くっていうのは今回ではもともとという訳があって、で、あとですね。ここは根拠のことを指しますので、まあ、そんなところでね、第二段落の文法、ここで以上です。はい、続いて第3段落、後日の批評についてということになります。その後ですね、こう世間一般にですね、このようななんかこう病気が流行っていて、で、まあ世間の人たちはですね、これは鬼の仕業なんじゃないかっていうね、新しい噂がこうやって流れていきました。うん。で、まあそういうね、噂はまた絶えることなく、そういうのが続いてですね、最後のこの第3段落、まとめになっていきますが、健康奉仕は、ね、人間というのは周りの影響を受けやすいということですね。流行りとかにそういうのに乗っかってしまうね、生き物なんだな、みたいな形で終わっていくという感じになっています。はい、それでは第3段落の文法事項です。その頃、おしなべてということで世間一般に2、3日ね、人の患うということで病気ですね、になったことがありましたということですね。はべりしようぞ。うん、このはべりですけれども、ここはね、丁寧語になります。
で、まあ、丁寧な言い回しですから、なりましたですね。ここも、登場人物が出てきてませんので、兼好から読者に対する丁寧語ということになっています。はい。で、かの鬼の空ごと、嘘ですよね。嘘は、この印を、この印を示すなりけりということなんだけども、印っていうのはね、前兆を指します。印、前兆です。これ重要語句ですね。はい。前兆。示すなりけり。ね。ここではですね、なりの識別になっていきますけれども、なりは上にですね、こう示すという作業予断の連帯形ですね、がありますので、連帯形にくっつくなりは、断定の連用形で、けりがね、過去と思いきやですね、英単になります。で、なりけりのなりは断定になるし、なりけりのけりは英単になるので、大体このパターンっていうのは、もう本当に、テンプレートみたいになってますので、まあ、なりけりときたら断定、英単っていうふうに覚えてもいいかもしれないですね。はい。で、これ終止形という感じですね。この病気の前兆を示すものだったんだな、というふうにね、言う人も、はべりし、ということで、はべり、また出てきました。丁寧語、筆者、兼好から、読者、我々に対する丁寧語ですね。で、最後の詩ですけども、これは、はべり、らへんにくっついている、らへんの連用形にくっついてますので、過去の、連帯形ということで、終わっていくということですね。はい。まあ、そんな、ね、あ、そうか、これ、かかり結びはもがありますので、まあ、どうなもやーかで教わってると思いますけどね、ももこういうふうにね、かかり結びになる場合もありますので、ここはね、注意してほしいなというふうに思います。これでね、文法事項も終わりです。それでは最後、確認問題です。1番、本文中の空ごととは何を指すかということなんですけれども、ここではですね、空ごとって嘘の話ですから、鬼になった女を誰かが連れてきたという内容を指しています。はい、続いて2番です。第2段落、浅ましきことども、どもがありますね。複数形になっていると思います。本文中のどのような様子を指すかということですけれども、はい、これは噂に翻弄される人々が呆れるほど醜い様子ということになっています。でこの、つれづれ草のこの内容に関しては、この2つをしっかりと把握できていれば、まあ、なんとなくこう、要所が見えてくるのかなということですね。で、実際これが書かれた、まあ、内容、なんていうのか、何が面白かったのかっていうか、何を残しておきたかったかっていうと、ここですね、兼好法師は、集団になると、冷静を欠いてしまう、この群衆心理みたいな感じですかね。そして、時々ね、常軌を逸する、冷静な時では考えられないようなことをしてしまうのがね、これ人間であると。で、20日経ってようやくね、騒動は落ち着いたんだけれども、ね、自分のこう、なんていうのかな、行動に整合性みたいなのをね、持たせるために、鬼の空事っていうのは病気の前兆だったんじゃないかということで、まあ、病気になったことを無理やりまたね、こじつけたりなんかして、まあ、そういうふうにまたね、理由をつけて、また噂で盛り上がっていったり、なんていうのが続いていくということ。これを冷静で批判的な、ね、健康の態度でこう書かれたっていうのが、この作品の面白さになるのかなということです。まあ、ぜひですね、まあ、ここをもう一度読み返してもらって、テストにね、備えてもらって頑張ってほしいなというふうに思います。じゃこの動画はこれで以上です。